こうやって、うん、さあ帰ろう。磨き職人のミスター T さんでーす。ほら、わーかっこいい。お引き取りいただきました。納品です。今これから磨くんですって。ピカピカ。ミスター T さん、皆さんにアドバイスがあるみたいですが、お一言よろしくお願いします。磨くときはね、この目に沿って磨くんですよ。おお、なるほど。人間の手もね、こっちにシワが入ってるね。はいはい。ここにクリームをこう横に塗るんです。ああ。そうするとクリームが中に染み込む。あ、このシワシワの方向を考えてクリームを塗って磨くのもそっちにしなさいと。そうすると綺麗にツヤも出るし、クリームも染み込む。ああ、これは大事なんです。大事ですね。はい、あ、ここやとこういう風に入ってるもんで、こういう風。ほう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 、なるほど。以上です。おしまいなの。おしまい。なんか必殺技をし、あのあれはあのシューって、あの酸っぱいやつ、酸っぱいやつ、うん、酸っぱいやつはすごい、あれツヤ出るね。うん、あれからあれいいよ。あれからみんなに紹介してるよ。うん、あれいいよ、ほんと。あれ酸っぱいけどね、すごいツヤが出る。ミスター T さんおすすめ。ガチ止め退職防止スプレー。またあの前に撮ったグラブの写真を挟んでおきますわ。はい、ピカピカになったやつを。もうミスター T さん大好きも。臭いけど。でもあのあれでしょ、シャンプーとかで薬品で慣れてるから平気なんじゃないですか。そんな酸っぱい匂いし。そんな酸っぱい。酸っぱいね。酢の3倍ぐらい酸っぱいよこれ。この前ネクサスのホットさんが来て、これ見ました、買っていきますって言うから、いやちょっとあのやちょっとやるだけならうちでやってあげるから、ちょっと匂い嗅いでみるっつって、シュッシュッってやったら、ふーって言っちゃって、うわーってなってた。お前って言ってもらったね。あとね、まあ臭いのは臭いね。うんうん、まあでも3日ぐらいで、3日も経たうちに匂い取れますよね。2日で大体取れるかな。2日で。うんうん、さすが使い込んでるな。でも本当色濃くなりますよね。濃くなる。うん、そうやって、あの T さんに言われて、名前言いすんだろうな。T さんに言われてやってみたら本当に濃くなったから、あ、これはいいってみんなに教えなくちゃっつってね。T さんやっぱりあの美容師さんやから僕より繊細ですからね。磨きのレベルがちょっと一段上のような気がしますね。最後これはムートンで磨くとすごい綺麗。おお。ムートンムートン。はいはい。ムートンで、あ、なんか違うやつ。よそのやつ。これがまたね。これいいんすよ。今日まだ新品で渡したばっかりなのにピカピカになってきたね。本当や。最後ムートンで磨くんです。ああ。一番ツヤが出ないのはここなんです。そこね。出ないよそこね。ここ出ないんですよ。うん、ここはね。多分皮のあのあんまりこう真ん中で使うようなところがそこに来てると思うし、なおかつこうキュキュってシワシワになってるし、ここを出すのがプロなんです。プロない。そうや。そうやね、プロやね。これ。ちょっと下請けしてもらおうかな、磨きのプロに。いや、一日やりそうやもん。仕事やらずに。そうやね、ちょきちょきちょきってやって、はい、ーのがいいもんね。そうそう、もうダークリバーみたいなこと言ったのか。汗出てくる。シャンプーとリンスと、あと整髪料少しで、ほとんど原価かけずにちょきちょきちょきで、あれでしょ、でしょ、なんとね、場所代もいるやん。さあ、そうか、そうか、水道、光熱費もいるし。あ、そうやね、そうやね。ただではで、青空じゃないんや。
これ使わないで。ピッピッピッって言うとこだからね。ピッピッって入れときますか。おお。この10分15分でだいぶ変わりましたね。ね。今膝を使って見えるんですよ。膝を使ってこうやって当てると固定できるんです、うん、うん。素晴らしい。ミスター T さんに磨きを習いたい人は個別に私の方にご相談いただければお店の方を紹介しますので。高そうなの。邪魔になるやしこさん。散髪注文してから磨きの方は。おなんか深い赤になってきたような気がするのね。うん、こうウェブのとこは割と出やすいんですよ。なるほど。出ないのはここと、うん、ここと、うん、あとこの辺。あこうするのか、映った感じにするのか難しいな。ハサミ持つよりブラシ持つ時間の方が長いというミスター T さんですが、そんなことないよ。お店にグローブが飾ってあって、これは売り物ですかって聞かれたことがあるそうですけど。違うよ、カツラと間違える。あれ先生、カツラあってて、ね、いや、グローブやけど。お店に何個飾ってあるんですか。え、何個飾ってあるんですか。飾ってあるのであるまあ、4個飾ってあったけど、あんまり言われるもんね、うんうん。あ、引っ込めたね。5個引っ込めて1個飾ってあるから。協賛石原スポーツって書いてある。何も協賛やねんけど。あれもう今旧国道になるんですかね。あそこまだ国道、あれ旧になるよね、うん、なんかあっちのね。ダメやって、そんなこと言った。バレちゃった。ちょっとティッシュ持ってきましょう。汗かけすぎですね。はい、どうぞ先生。汗を拭いてください。ありがとうございます。お、すごい。すごい汗。キャッチボールしたもんで余計汗。ありがとうございます。昨日も2時間キャッチボールした。本当に野球大好きなミスター T さんでございます。違うやつの方がいい。いや、いいですよこれで。これもムートンなんでしょこれ。うん、これツヤツヤ新商品。本当や。あ、これね、うん、リバーシブルって言ってた。そうそうそう、毎日見てるから分かるんだ。ありがとうございます。あの、テッカテカもあります。テッカテカもテッカテカ、ここにどっか。それどうですか、プロとして使いやすさは。細かいところはこれの方がやりやすいですね。そかそかそか、うん、こういう中とか、あ、隙間ね、指が入るもんで、ここに、うん、そこそれね、うん、さっき言ったこことかね、ああ、磨きにくいとこね、うん、はいはいはい、こういうとこはやっぱり指が綺麗に入るもんで。先生、あのムートンとか、あの、ヤギブラシとか何が一番好きなんですか、磨き道具としては。
ムートンとやっぱり豚毛が一番使いやすい、手は使いやすいですね。豚毛がね、あの硬さ的にも、うん、硬さ的にもオールマイティーに汚れも落ちるし、うん、ヤギは最後にちょっと焼いてあげるにはちょうどいいと思う。おお、いい感じ。こんな感じの画角ですよ。ここが一番ツヤ出るんですよ。ほうほうほう。ここが。ああ、なるほど。ここと。うんうんうん。出ない？出る。だからここはやっぱりね、うん、あのボール取るからあれだから。こことここを中心にやります。私はここは簡単に出るんですよ、誰でも、うん、ちょっと磨くだけでこんなツルツルになるんで、ヘリもこうやって磨く。うんうん、ヘリね、うん、ここがピカピカやとこっちがまたさらに、ああそうかそうかそうか、あの相乗効果で、そうそう、細かいな芸がやっぱり。ヘリが光るとすごい綺麗に見える。あ、本当だ、光ってきた、光ってきた、ね、うん、このヘリカー綺麗に磨くと、すごい目立つんですよ。うん、綺麗すぎですね。先生、汗が。止まらない。暑い。ちょっとエアコン温度下げてきます。はい、いや本当に赤くなってきた、全体に。もまあ、さっきよりでしょ。うん、赤くなってきた。何もつけてないのに。ローリングスは多分つけなくてもいいと思う。ああ、もともとなんかあれじゃない、特殊の細胞みたいに、あの特殊体質でここからあの出ない、ね、栄養分がいっぱい出てて、こうこうやってこうやってやってんじゃない。だってオイルレザーでしょ、もともとローリングスって。そうですよ、そうですよ。いらないね。ほう、そこやっぱ結構時間かけるんだ。うん、ここはね、うん、襟は結構ね、ね、光るとかっこいいんですよ、うん、カピカピにしてる人とは違いますね。カピカピはまあ最低やね。うん、割れちゃってね。割れちゃって。そうや、もうその方今ないしな。いいやな。おお。
なぜそんなに磨きにこだわるのですか先生。愛着が湧くしね。これで磨いとる間に手の形になってくるんです。おお、なるほど。話も兼ねてると、ということでと思います、はい、人生グラブ磨きに生きる男ミスター T 先生でございました。ありがとうございました。ありがとうございました。あ、綺麗綺麗、まだやる。ありがとうございました。聞きますよ。